皆さん、あのクイズをちょっと、させていただきますんで、はい、まあ大丈夫大丈夫結構高いよ結構高い足で足でやってこない遊ぶに早速早速怪我したひねったでしょ今ちょっとやったっすねマジで大丈夫マリスタイさんはなんか失礼なことしたんだよお仕置きだめよおしっこ我慢できなかったなそういうことですねはい、はい、大丈夫ですかそうやって焦っているっていう状態なんだ今おしっこがしたということで今日は本当はアメ横 の歴史だったりとかも皆さんに感じてもらうというのもテーマなので、はい、感じてもらいましたか、うん、すごい面白かったですひしひしたということですごい良かった良かったよね神聖だけ祭りこのチンザさせられたです、ね、関さんが、ね、最高でしたこの後、そうですね関さんがチンザだった、はい、この後ちょっとクイズ1問、はい出しますんで、まあ、皆さんもちろん正解すると思うんですけど、はい、正解した方は何なんですかタネをつけるこれはもう関さんこれ上に響いちゃいますね、はい、響き渡っちゃいます今日おじそばじゃないのいいんですかいいですそうですかちゃんと電車とかぶんないようにつかないそうですタイミングを考えないじゃあちょっとクイズ3択なんではい皆さんよろしくお願いしますマリシテン様というと仏教における、守護神のことですがここアメ横では全く、違う神様として、祀られていますさてそれは何の神様でしょうか3択ですね1商売繁盛の神様2博打の神様3芸術の神様それは3択ですそれではじゃあマリンから順番にじゃあ私希望として3、はい、3、はい、芸術の神様、はいはい、1商売繁盛、うん、2博打博打1で1番1で1なんだっけ商売繁盛3ではいということですね正解はなんと2番博打の神様あんたくんは戦後の幕府がさぐいぐい上の多かったでしょであとさ、はい、必勝祈願の戦の前にお参りする神様だから勝つってことは博打も勝つでしょなるほどねそういうとこまであったよなるほどということでですね女優さんが、はい、ちょっとクイズに正解したのではいありがとうございます、はい、じゃあですねとりあえずこちらのマリシテン特大寺ではですねお昼の12時と、3時と6時と1日3回こちらの鐘楼堂で鐘をついてる時報の代わりにそれをでは正解された方に特別に鐘をついていただこうと俺もつきたいつきたいつきたい下町じゃないのにつくんだよこいつがちょうど今うちの参務員が案内しますのでちょっと一応見本を一回ついてもらってから、はい、その後じゃあ一人で5回つきますはい、うん、じゃあ一人で5回なんです全部で、ね、6回つくんですよ6時なんでなので最初の1回はちょっとお見本を見せますので、はい、その後鐘をじゃあついていただきたいありがとうございます、はい、ちょっと遅れちゃってませんか平気ですか今なら大丈夫ですはい最初に合衆式で1年生ですはいじゃあ一度着きますので、はいいや上野の皆さんあWe-yo!
最初一回ちょっと大きくついちゃったんですけど、次からもうちょっと優しくやった方が筋肉なので、そう、良かったです。音楽のね、世界に従事してる人はやっぱ鳴らし方も上手いですね。ありがとうございます。皆さんみたいにそういった、まあ、世界的にね、こういったグローバルなところでね、活躍をされていく方っていうのはやっぱこうね、いろいろ、まあ、常にこう新しい、ね、情報とかそういったものの中に、まあ、いると思いますけども、やはりこう我々は一応日本人ですからね、まあ、そういった意味でそういった昔からね、ご先祖様とか、ね、過去の人たちがやってきた、たまにこうふとね、神仏にお参りして、まあ、自分たちの、まあ、ご守護とか、ね、あと自分たちのお世話になってる人とか、そういった方の無事を祈ったりですね、本日はそういった意味でお参りのね、体験をしていただいてよかったと思いますので、ね、これからもご活躍をご期待しております。本日はお参りご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。超上がる、リンマイビルしちゃったね。上野中の人妻の濡らしたでしょ、あの音で、あの鐘を鳴らしたでしょ、私が。よし、これ全部使おう。これ、このお金たこ焼きでつって3個くらい、3個くらい直しながら、マリアちゃん、3個食べていいよ。ほんと？そうよ、そうそう、よくあったもんね。できないよ。大丈夫ですよ、僕はベロが早すぎて舐められたのに気づきませんから。でも中ごとは来たよ。ちょっとね、肉がつきすぎる。知らなかった。でも醤油ガイダンス、ちょっ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 、来年気をつけろってことなんだ。今年ビールの人、ビール8本、はい、いいんだよ、なるようになる、なるように、間違いない、ノーダル、ノーダル、積極臭いな、嫌いだぜ。いやウェイヤー、いや、来た、マリア様とスキンシップ。俺もスキンケアしたい。スキンケア、スキン、それよりスキンしてください。スキンはしてます。間違い、うまいね、うまいね。のっぺる運転ダメよ。本当だ、ピュイピュイ、来た、女子同士の心遣い。ピュイウェイヤー、入れるだけだし、いいよ。うわいや。いいよ。選んで選んで。はい。のど越し生。俺クリアさ。クリとアサリ。メニクリトリスメニクリアレグリア。何ないのないの。赤。ナイス。きた、ウーロンハイの奥のラムネを見逃さない。ディグリ。頑張れ。そのね、あれ動作中のがすごい足。でもね、ラッパーなのに滑舌悪いです。はい、これみんなでいい投資を。手紙もつけない。ある。あ、そういうことね。とラムネ。まだパキドロドロ。ラムネ。はい。あ、一回後ろ、ごめんね。ごめんなさい。ありがとうございます。アサヒ。クリアアサヒ。ラムネ来るから安心して。ぶっかけ来ました。ちょっとカメラ、カメラ。マリア様のぶっかけは撮っとけよ。マリア様のぶっかけやばいよ。じゃあマリア様これをブベってやるとこを、なんで、マヨネーズの空気入ってほしいね。マヨネーズのブベ、ブベちゃんと少ないやつ渡した。ブベチェック、いくよ、ブベ来るよ、みんな来ない。ちょっと待って、でも今のトロントロンって出方すごい、すごい。はい、これでブベで、ブベ来るよ、お願いします、お願いします。目線ください、目線、こっちもください、目線。いいや、ブベ、ブベ一回スコンってやった方がいい。あ、ブベだ。皆様、お待たせしました、ブベです。基本ね、私となんかあるとか結構飛ばすんだよね。いい、いい、いい、なんかその飛び散り方いいでしょ。きたブベブベブベ。もう最終的にはブベにまくり。さすがでございます。あ、ウロンジェス割ろうよ。金ついや、これね、たこ焼きのお客様は超えてくるし、海鮮の以外を買ってない、クミンども座るなと。あ、ここはオッケー。あ、ここはオッケー。それでガチョガチョ言ってやれ、クミンなさい。あ、じゃあちょっと行きますか、持ちながら食べ歩きしますか。これからね、あのまだ次の、あのまだまだ食べられますよね、皆さんね。食べられます。いいね、元気でいい。トカヤ君元気でいい。トカヤ君、トカヤ君元気でいい。ジェネックスも食べれます。マリックスも食べれます。マリ、マリ
食べれますいただきます熱そう熱いよゆっくりねゆっくりネトレーナバカ愛情マリンマリンマリンおっせみなさんはい、ありがとうございます。ナンパしてるお父さん。ナンパしてるお父さん。海鮮のところもいろいろあるんでね、ちょっとマグロとか、この前もね、あのおむすびを。懐かしい。おむすび一番上の方にいるけど。ちょっと皆さん何か買ってもらおうかな。ぬべるぞ、ぬべるぞ。皆さんちょっと買い物しましょう。ちょっと海鮮、マグロとかどうですか。いいね、この前ね、あれだしねさあ、ここがですね、結構あのいろいろたくさんあるんですよ、三幸商店さんですね三幸商店さんここはもういろんな、ほんといらっしゃいせー三幸商店いらっしゃいらっしゃいあ、安いよ、タラバ安い、タラバタラバ安いねいらっしゃいいらっしゃい2000円いらっしゃいタラバ3000どうですかいらっしゃいえ 何が今、何がおすすめですかいらっしゃいタラバ、タラバ3000おすすめなんすか今、タラバ、いくらなんすか3000ですどうですかバートですバイトですジャンボジャンボジャンボ今アルバイトですアルバイトえ、なんでアルバイトがバイト中ですアルバイトのアルバイト先だうまいこと言ったみたいなじゃあちょっと皆さん、あのタラバちょっと1個買いたいんでおちょっと、そうですね、あのもっと買ってくださいよノルマなんでこれ長老にちょっとノルマらしいよ長老長老ちょっと、あのバートせっかく働いてるんでどうですかうん、買おう買おうこれ全部で4000持ってますウニ2つ、イクラ2ついや、もう持ってきますよでやったこんなにさらばこんなに安くしてくれるんですかそうです、参考商店ですさすが参考商店チャレどうすか1000円お願いします1万円の方がかっこいいと思うんですよあと3000円あと3、あと3000分ありますかなんかあいくらでもいくらでもなんかこの人数で分けられるようなものとかがあったら嬉しいんですけどホッケとすぐ食べれるもの1つとホッケ3枚とこの明太子みんなで分けるあれあれはいいいんすかそんな安くしてもらってあったさすがバーグさすがうちの社員バイトかいやちょっとノルマが減るからいや参考商店さんのありがとうございます藤さんありがとうございます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 イエーイちょっと回線がね達成やな買うなら参考商店さんよろしくお願いします参考商店参考商店の安さ参考にしようぜそんぐらい安い最安値、ね、最安値、ね、だったらあなたも買いたくねウェイヨーこんな買っちゃいましたウェイヨーさあじゃあ近い行きましょういやさすがトロかなトロお土産できたよお土産今日の酒のつまみできたよほらこれはもう食べ尽くして帰るしかありませんなこっからですね地下におりますバーベキューしちゃうさあ地下行きますよわっしゅやべえそうだ、確かに。あの、皆さん結構あれですよね。エナジー系、エナジー系よく飲みますよ。うん。やっぱあれがこう来たら、ちょっとこれから。すごい嫌な予感しかしないよ。はいはいはい。お父さんはあの貝類で言ったら何系なんですか。ちょっと何系ってたよ。私カブトガニ、カブトガニ飼ってたよ。カブトガニです。カブトガニ。そうフィリピンで輸入したやつ。ちょっと何か買ってく。お父さんエビらしいです。エナジードリンクをとか言ってる。あ、そうだね。来る。来てきたよ。来てきた。声でかいやつ。食べなかった。キャッスルレコーズに来ていた花火&KMC が。花火くん。人合流で、アメゴの地下で合流ということで。キャッスル TV、遊び来てよ。やっぱり上野最高だな。わーわーわー。はいはい。
もう亀売ってるじゃん。おお、生きてる生きてる。スポンだ。噛みつきますね。怖いですね。それは指っぽくて。それはね、それは死んだ方がマシです。いやー、四杯しか取れないので、四名の方に。それは飲みたい。飲みたいですよね。ね。私たちちょっと動物私愛護的に無理。くじ引かなければ大丈夫なんで、ね、あ、そうだ、はい、じゃあこれはちょっと代表してあのオムスに引いてもらいます。4本オムス4本、まあ、1本ずつ引いてもらえたら。まずはマリン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 。まずマリン。はい、あと3本お願いします。血はきついんだ。前が言ってえん。ジェイレックス。ジェイレックス。ジェイレックス。さすが肉食恐竜だな。あの2本。スポンの血。スポンの血です。じゃあスポンの血飲んでうおーって泣いて自分引いてください。トカゲさん、ウェイ。いいな、いいな、トカゲがスポンを丸飲みなんすね。明日立候補しちゃう。あ、いや、あの期待しますか、他に。はははは。あ、じゃあじゃあ、ちょっとここはマリアだったらオムスでいいんじゃないですか。ぬるるるるるるっつって、ぬるるるるるるるスポンのスポンの血はえいん。マリアさすがだね。じゃあちょっと4名の皆さん。あ、いいですね、いいですね。いつものお願いします。今からいつものお願いします。いくよ、パートルとかやられるよ。おぉ、いやられるやられる。はい、オッケーです。すげえ。ウェイヤー。ま、まんますか。まんま、あるね、ありがとう。あー、いい。うわ、すごいすごいすごい。ウェイヤー。めっちゃ、めっちゃ元気になります。めっちゃ元気になります。もうレッドブルとか火じゃないですね、これ。いや、無理です、ごめんなさい、本当に無理。いや、無理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 だよね。どうだい姉妹。ほんと、あの、あるってある。おいおいおい、じゃちょっといただきましょう。ういっす。ういよ。ワイヤース。うわー、ワインで割ってあるから飲みやすい。ワインで割ってあるんだ。うわー、すげー、すごい、がっつり。だいぶ元気出てきたっすね。もう俺は今一番テンションが高いです。本当に。もう治るよ、もう治る、治る。おい、おいおいおい、味全然しないんだ。全然しないです。飲みやすく覚えてるね。やべ、みなぎってきた。みなぎ天然だよ。おい、どうでした。なんか割ってあるから。ワインで割ってある。もうフルーティー、フルーティー、血の味なんか一味もしないね。俺が噛まれるよ。もう私が噛むよ。わっしょい、わっしょい、キャッホーい。チュルチュル、おっぱいしょっぱい。生きてますよ。だってそのまま通り生きてるよ。ありがとう、せっぽん。ありがとう、せっぽんのおかげで。戦国大名はタクシーとパッと飛び切ってこうやって。さあ皆さん、戦の場にもう一軒違う店に行きましょう。でも本当だよ。さあ行きましょう。これか。次はあれか、低くね。昔のとかじゃないな。これがいいですかね。これちょっとじゃあ。これ何これ。すげー色してる。豆腐用的な。これはね、ちょっと無駄だよね。野沢屋。野沢屋さん。野沢屋さん。基本的にどこの国の食べ物とかがいろいろ置いてあるんですか。まあ、メインは東南アジア。東南アジア、全般の。やばいよ、カルゼリーとかある。これが、シュー豆腐です。シュー豆腐でいいですよね、読み方。ベトナムの酒。え、何、はい、お父さん、お父さん、ちょっと食べていいですか。食べていいですか。そうだ、開け、まずいまずいまずい。ここで開けたらまずい。外で開けた方がいいよ。俺もそれは NG。お父さんもシュー豆腐とか食べます、バロ。いや、食べない。食べないですか。まず、匂いでダメ。でも売れます。結構ね、あの、みん
これはもうとにかくこれはもうとにかくみんな好きですちょっとじゃあ食べてみますわかりますいますすいませんありがとうございます、はい、じゃあちょっと一回 あっちのですねあの喫煙所があるんでそこに一回行きましょうみんな喫煙所に行くよアナルファッキーよいいだけ あのバナナ超でかくない？すごいみなぎってきちゃったの。労働者なんでしょ。みなぎり表現してよ、タカちゃん。いや、俺のみなぎりを表現するときはもうあの口とか出さないの。俺が今からあのタコみたいに顔を赤くするから。おお、いやいやいや。持ってますね。ギャングスターあったそれからギャングスター足の虜に虜になりましたはっギャングスター虜って言葉はあの CM で覚えたからね虜って何確かにハクハクしちゃうことやるんだよね虜はんぱねさあじゃあ行きますかじゃあ、はい、行きます行きます。酒行かないんで。そうですね、酒そろそろね。ちょっとバーでも行ってテキーラでも行けるって言ってる。あ、いいじゃないですか、これ。じゃあ、でもあれ、まだみんなお腹食えますよね、全然。全然食えますよ。食える食える。オッケーオッケー。じゃあ、行きましょう。はい、行きましょう。豆腐。豆腐あ、そうだ。さあ、行きましょう。失礼ございます。なんだよ。塩豆腐は食えねえ。先行でいいセンタービルの横だしそうなんだあれ玉井麺 J の店です玉井麺 J の店あ、やってるかもありがとうございますありがとうございますありがとうバートです。おい。いらっしゃいらっしゃい。坂川さんは？掛け持ちなんですよ。掛け持ちなんですよ。いらっしゃいらっしゃい。このノルマ達成したからね。そうそう、おかげさまで。働くね、ほんで。食べますか？いらっしゃいらっしゃい。じゃあちょっとあの、3つぐらいいいっすか？はい、わかりました。え？女は何見るの？ダメじゃん。クックでいいじゃん、10個。足りない、足りない。クックでいいじゃん、10個。イエーイ！モリモリ大丈夫？店長モリモリ大丈夫？店長モリモリ大丈夫？お酒持ってます？お酒？うん。いいよ。ビール。売ってます。ビールでいいですか？いいよ。ビール。ビール何個？六個。甘っちょい。大丈夫なんでもあるよ。辛さはどうしますか？大からやばいから中から。あいいね。5パターンじゃもらっていいですか？いいよ。マイルドミックスホットベリーホット。あざーす。わいわいわい。イエーモリモリ。なんかモリ。はいトマト。はいソース。はいどうぞはいケバブはいどうぞはいティッシュはいケバブはいティッシュ優しくない優しくない優しいじゃんで優しいはい優しい結果超優しい結果超優しい何からですかこれは辛くないよねえモリモリから新しいよフレッシュフレッシュプレスするからね。うえ、モリモリ。
美味しそうでしょ。モリモリ。いやもうモリ。モリモリ。メガモリ。しょっこらないでね。モリモリあげるから。あげて。はい、もう一個ピリ辛。みんなどこから来たの？どこから来た？いろいろだね。センタービルから。そっか、わかりました。いや。愛してるよ。いや、俺もだぜ。よっしゃーす。メガモリ、メガモリ、はい、どうぞ。はい。中辛は何から？中辛。あ、中辛。マリだ。中辛がいい。中辛ケバブナンバーワン。店長なんでも。店長何でも話しないの。喋るんだじゃん。指示出してね。任せてるよ、もう。店長だからね。先に店長だからね。これはどっち？辛さは？やばいじゃん。これ最後。ラストケバ。誰食べるの？でから誰食べるの？あの一番でかい人。でかいの。これやばいじゃん本当に。間違いない間違いない。はい、激辛でーす。よし君、これ激辛なんじゃないの？これちょっと激辛、これだってソースの色が全然違うんだけど、真っ赤だよ。そうっすね。ちょっとマリア様のどんな色？ほら、中辛に比べるこれ確実に激辛でしょ。これピリ辛。かわいいな。食べてみて。もうかわいいな。肉も何も入ってない。カレー。カレー。いや。うわ、やばい、平成維新。平成維新。やばい、平成維新。ほら、グラピオコ。ねえねえ。辛い。辛いな。いいね。タバコ辛いね。ケバブと一緒でいいね。これも一撃一緒。本当。好きだよ。飛んでる。食べちゃったよ。これ。あるな。なんでもあるよ。なんでもあるよ。ビール。ビール。はいよ。やる一緒。めちゃくちゃ一緒。キャスト TV、 キャスト TV、 普通にダメだ、普通に。おいしい。マリアさんの大事は。おいしい。マジ、あのね、サウエナミニクレイジーなんか。サウエナって俺の100分の1だよ。クレイジーされた。わ、何開けてる。やばい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 。みんな奥開けてる。微妙な感じ。誰食べる？ちょっとじゃあ、すいません、皆さん先ほど買った収納布、食べます。食べてもらいます。じゃあちょっと店長にね、店長にくじ引いてもらうんで、ちゃんと食べてもらいますんで、じゃあちょっとお願いします。いや、すげえ違う。ふぅー、すげえ。花火きた。ラップ出番、スポー出番だ。おー、なんかそれで。無事これは無事。無事とダメ。花火。無事花火。まず匂いから匂いからいきますか。匂い。臭い。あ、すげえ癖。これやばい。いや、無理だ。毒だ、毒。これやばいって、これやばい、毒の匂いするマジで。ありえない。いや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 。早く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 閉めないと、ちょっとあれなんで。早く。早く早く。おHa ha ha!
富士山超爆弾だぞ。富士山。富士山が爆弾だぞ。じゃあちょっと俺行きますか。行きますか。行きますか。で、あ、なんだっけ、特攻野郎だっけ、あのアスワンのチーム。違う、リターンオブザバッドボーイです。さあ、じゃあちょっと宇治君。ちょっとね、行ってみますね。ちょっと返して。塩これして、あと、あ、指にこれ、それして宇治君、代わりに KMC がいる。それで宮崎 KMC 塩して、うん、あともう、痛めたら大丈夫。じゃあ、行きます。出すよいしょ。塩なんだこんなもん、みんな最初塩ちょっとだけ全部じゃない。 OK、イエーイ。KMC どうも、ゆうたとこで、うじくんも食べるから。はい、ゆう。くせ。アックス巻きまくってる。大丈夫？まずすぎるだろ、これ。いや。日本だ。すごい。ありえない。ありがとう。じゃあ行きましょう。ありがとうございました。はい、どうも。ジャンボドネルケバブよろしくお願いします。でもなんか直近現場ではないっぽいけどね。ありがとう、ありがとう。ごちそうさまでした。またキャッスル TV お疲れ。ジャンボケバブイエーイ。ジャンボケバブイエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、逆に口直しの口直しいいね、ありがとう。ありがとう。宮古まんちょうど欲しいとかだった。口直しくじ引き関係なかったください。いや、俺らもうアズワン勝てるぜ。勝てますよね。これに比べたらもうへっちゃらだよな。何言われてもな、すごい。なんか泣けてくるんですけど、なんか。何だろう。ありがとう。なんかおっと頼みますよ、兄さん。俺も、ガキの頃、修道具で入ったのが。あれで食うもんなの。なんか料理使う。いや、あれああいうチンビ。あの、草屋みたいな感じ。あれがチンビになるみたいな感じで、多分チビチビ。すんげえチビチビ。食べるもんなんだよ。あー、なるほど。KMC の男みたい。いや、ほんと悲しいんですよ。チーム名、修道府。やべえ。修道府行っちゃう。修道府。チーム名、修道府だね。思い出したくもねえ。いや、でも言うとくけど、宇治くん食ってないのがつまんなすぎる。ちょっと寒いっすね。なんか鼻の中まださ、ずっといますね。いるよね。いますよね。いや、でも俺視聴者は、宇治くんが食うのを望んでたの。なんて言われても俺はあれは無理だ。あれってあげば俺だわね。あれはちょっと知らない。三角コーラの鼻の奥ずっとあるのに三角コーラには行かない下に見えるその甘さの回転感がロブソージーという感じになりますね。あーあーなかなかどうなんか癖ぞ、食ったやつは癖。匂いするまだ手についてる。嗅いでみたい。あ、チーズみたいな匂いする。関係ないじゃん。あれちょっとさ、水の絨毯下に引いてあるやつとかでもピシピシ垂れてたじゃん。あれやばいと思うでしばらく。次ですね、この指導用さん、あのもうアメ横の中で一番すごいバラバラ。すみません、皆さん入ります。指導用入ります。アメ横で一番古いですね、あの飲食店というか、はい、っていう風には飲食店です。台湾に53年とかの歴史があるんです。電話番号は3831で、3野菜でつきます。電話かかります。はい、ちょっと行ってみましょう。チントウヨ。